七海様から書き置きを預かっております。七海からと聞いて、こんなに心が温かになるのはきっとあいつが社中の熱量を持っていったに違いない。七海巴、学校お疲れ様。水曜日は朝に英単語のテストがあるので80点以上取るように勉強しておくこと。七海、朝のテストまであと4時間でございますな。なんだと！